スナッパーはアメリカ海軍の潜水艦、サーモン級潜水艦の一隻。艦名はフエダイにちなんで命名された。その名を持つ艦としては3隻目。レッドスナッパーマダラタルミスナッパーは1936年7月23日にメイン州キタリーのポーツマス海軍造船所で寄港した。1937年8月24日にスターク夫人によって命名。 浸水し1937年12月16日に、艦長海王ジョンソン少佐の指揮下収益する。1938年5月10日に、スナッパーは、ニューハンプシャー州ポーツマスを出港、成長巡航に向かいキューバ、パナマウンガ地帯、ペルー及びチリを訪問し、7月16日に、ポーツマスに帰還した。ポーツマスでスナッパーは研修官僚公務を行い、 成長後のオーバーホールが行われた。10月3日、スナッパーはバルボアを拠点とする第3潜水セ隊に配属され、訓練及び艦隊演習に参加。1939年3月15日に修理のため、ポーツマス海軍造船所に向かった。作業が完了すると5月9日にポーツマスを出港コネチカット州ニューロン、7月1日、スナッパーは、 真珠湾に向けて出港し、ハワイ海域での艦隊演習後、バレーホノメアアイランド海軍造船所で1939年12月1日から1940年3月1日までオーバーホールが行われた。作業後サンディエゴへ帰還し、スナッパーは第6、4月1日にハワイに向けて出港、9日に真珠湾に到着した。 その後は1940年10月及び11月にサンディエゴへ短期巡航を行った以外、スナッパーはハワイ海域での訓練及び艦隊戦術演習を続けた。1941年5月3日に出航、メアアイランド海軍造船所でのオーバーホールに向かう。作業が完了するとサンディエゴを拠点とする第二潜水船体に配属される。 日本軍による真珠湾攻撃時、スナッパーは1940年5月31日に艦長に就任したハミルトン・エルストーン少佐の指揮したフィリピン海域での作戦活動中であった。12月19日、スナッパーは最初の紹介で香港及び海南海峡方面に向かった。1942年1月8日まで最初の紹介海,海域にいた後、南に下って、 ダバオ湾に向かった。1月12日に、スナッパーは、北緯18度20分統計123度07分、北緯18.333度統計123.117度、12 18.333123.117の、沿岸の岬近海で、日本軍の補給艦に対して攻撃を行ったものの失敗、護衛の駆逐艦による攻撃で先行を余儀なくされた。 1>, 1月24日、スナッパーは、みんなのお父さんアグスティン・ミサキ沖で、別の補給艦に対して、攻撃を行ったものの失敗。再び護衛の駆逐艦に攻撃され先行した。2月1日、スナッパーは、バンカ海峡に接近するとと,ともに、響き型駆逐艦に探知され、爆雷攻撃を受けたもののこれを回避した。スナッパーは2本の魚雷で反撃したが、2本とも、 命中しなかった。2月10日、スナッパーは53日間の行動を終えて、ジャワ島のスラバヤに帰島。続いて、フリーマントルへ向かった。3月6日、スナッパーは2回目の紹介で、特別任務のためコレヒドール島に向かった。スナッパーはまず、タラカン島へ向かい、紹介海域では目標を発見することができず、ダバオアンへ向かった。月日に、 北緯06度43分統計125度44分、北緯6.717度統計125.733度、6 7 1 7十2 5 7 3 3の地点で特設巡洋艦もしくは武装商船に接近。600ヤードの距離から2本の魚雷を発射し、逆方向に戻って、戦望強深度から停止した敵艦を観察した。 後部魚雷発射艦から一本の魚雷を発射した後、スナッパーは護衛艦からの攻撃を受け先行を強いられた。その日の夜遅く、マクタン島で弾薬を下ろして46トンの食料を積み、この食料を包囲されたコレヒドール島へ送り届けるよう命令を受ける。4月4日、スナッパーはコレヒドール島に到着し、その積み荷を潜水艦救難艦ピジョンに移して27名の 避難民を乗せフリーマントルに向かった。途中、日本の駆逐艦を発見し回避した。4月23日夜、スナッパーはシーレイブンにトラブルが発生したのでコースを戻って救助するよう命令を受ける。スナッパーはシーレイブンを栄光してフリーマントルに向かった。4月25日、スナッパーは50日間の行動を終えてフリーマントルに帰島その後、 一旦オールバニに向かい、再びフリーマントルに帰投した。艦長がハロルド・イーベーカー少佐に変わった。5月29日、スナッパーは3回目の紹介でフローレス海マカッサル海峡及び西セレベス海に向かった。集中的な努力にもかかわらず、スナッパーは価値ある目標を発見できなかった。7月16日、 スナッパーは49日間の行動を終えてフリーマントルに帰討した。8月8日、スナッパーは4回目の紹介で南シナ海。8月19日夜、スナッパーは南位00度12分統計118度50分、南位0.200度統計118.833度、マイナス0.200118.833の地点で8000トン急貨物船に対して日本の 魚雷を発射したが、ともつるがった水雷程度、この紹介で観測できた他の数少ない敵艦に、対しては距離が離れすぎていたか、速度が高速だったため接近することはできなかった。10月3日、スナッパーは57日間の行動を終えて、フリーマントルに帰島。艦長がオーガスタス・アールサガン・ジェロ少佐に変わった。10月22日、スナッパーは5回目の紹介で、 ソロモン諸島方面に向かった。途中、オーストラリア大陸南岸を回って10月31日にブリスベンに寄港し、11月3日まで停泊した。補給の後ソロモン諸島中部の紹介海,海域に急行。メシタ、ガダルカナル島の戦いが繰り広げられていた時期であり、日本軍の艦船や航空機に多数遭遇した。11月24日には、ムンダ近海で、 輸送船団を発見したが、駆逐艦の制圧を受けて攻撃できなかった。この紹介ではこれを含めて、絶好の攻撃機会は訪れなかった。12月23日、スナッパーは64日間の行動を終えて、ブリスベンに帰島した。1943年1月27日、スナッパーは6回目の紹介で、ソロモン諸島方面に向かった。2月28日まで、 ビスマルク諸島近海で紹介した後、ナウル島やギルバート諸島を偵察しながら、真珠湾に向かった。この紹介でも多くの貨物船や駆逐艦などに遭遇したものの、距離が遠かったなどの理由により、攻撃機会に恵まれなかった。3月14日、スナッパーは46日間の行動を終えて、真珠湾に帰島。オーバーホールのためハンターズポイント海軍造船所に開港された。 オーバーホール中に艦長がメリル・ケイ・クレメンソン少佐に変わった。7月29日、スナッパーは7回目の紹介でマリアナ諸島、トラック諸島方面に向かった。ミッドウェイ島に寄港し補給の後、紹介海域に到着した。そして、スナッパーはグアム島アプラ港において太平洋戦争における最初の戦果を挙げることとなる。8月20日、 スナッパーは、アプラ港の北東の端に係留された2隻の大型船を観測する。スナッパーはそれらが出港するまで港の外で、先行したまま紹介を続けることを決定した。この2隻の船のうち、1隻は1月26日に、フライングフィッシュが満潮を待って、サンゴ礁越しに発射した魚雷が命中して損傷し、5月5日に、パーミットから発射した魚雷が命中して、 損傷を受けた特設運送船東海丸だった。7日後の8月27日午後、スナッパーは港の北へ向かい、港内の東海丸に対して3本の魚雷を発射し、別の目標にも1本発射した。スナッパーは現場をすぐに離れ、最初の目標に1本が命中したのを確認した。スナッパーの最初の戦果となり、東海丸は船尾から沈んでいった。9月2日、 スナッパーは、北緯08度40分統計151度31分、北緯8.667度統計151.517度、8.667151.517の、陸底島近海で5隻の貨物船を呼び、駆逐艦がみなり、解剖艦6連からなる第4900に船団に、接近した。種目標の貨物船は、ジグザグ進路をとって離れていったが、 ほどなく左玄の六連が視界に入り、スナッパーはこれに対して魚雷を発射した。魚雷は六連の右玄監視と後部に命中。六連は爆発を起こして吹き飛び、炎に包まれ大傾斜の末沈没していった。六連の沈没は後におびただしい犠牲を重ねた日本の解剖艦の喪失第一号である。雷が 爆雷攻撃を始めたが、スナッパーは速やかに現場を離脱した。9月6日、スナッパーは北緯10度26分統計149度38分、北緯10.433度統計149.633度、10.433、149.633の地点で別の戦団を迎え撃ち、3本の魚雷を発射したが、戦乱が外れた。9月17日、 スナッパーは54日間の行動を終えて、ミッドウェイ島に帰島した。10月19日、スナッパーは8回目の紹介で日本近海に向かった。11月29日、この日は好転であったがスナッパーは、八丈島東北東海域で横須賀からトラックに向かう5隻の輸送船を中心とした第3128船団を発見。射程距離に接近し、 魚雷を三本発射。そのうちの二本が特設運送船ケンリューマルに命中し、ケンリューマルは炎上して沈没した。12月14日、スナッパーは56日間の行動を終えて、ミッドウェイ島に帰島。この後、スナッパーは真珠湾に開港されて、修理を受けた。艦長がウィリアム・ W ・オーカー少佐に変わった。1944年3月14日、 スナッパーは9回目の紹介で、小笠原諸島方面に向かった。この紹介では、価値ある目標をほとんど。3月24日、スナッパーは、北緯28度55分統計142度03分、北緯28.917度統計142.050度、28.917、142.050の地点で12隻の輸送船からなる船員団を、 発見し、8本の魚雷を発射してそのうちの6本を命中させて、貨物船に損傷を与えたと判断されたものの、公転のため攻撃を継続することはできなかった。敵の護衛艦及び公転がそれ以上の攻撃を妨げた。4月29日、スナッパーは57日間の行動を終えて、ミッドウェイ島に帰島した。5月26日、 スナッパーは10回目の紹介でトラック諸島方面に向かった。この紹介ではトラック近海での救助官任務に従事し陸軍航空隊の爆撃機部隊を支援した。6月9日、浮上しての紹介中に敵機が雲間から現れ攻撃を始めた。スナッパーは急速先行したが爆弾が発地上で爆発し1名が死亡、艦長を含む数名が負傷した。 スナッパーは潜航を続け、砲弾が船体を叩く音が観測された。浮上して機密室に損傷がなかったことが確認できたものの、激しい重油の跡が燃料タンクに穴が開いたことを示していた。応急修理がなされ、負傷した2名の可視官が6月13日にマジュロで潜水母艦ブッシュネルに移送された。移送を終えるとスナッパーは救助課任務を継続すべく、 トラック近海に戻った。スナッパーは北にマジュロに寄港した。7月21日、スナッパーは56日間の行動を終えて、真珠湾に帰島した。9月5日、スナッパーは11回目の紹介で、小笠原諸島方面に向かった。10月1日、スナッパーは北緯28度20分、東経139度25分。 北緯28.333度統計139.417度、28.333、139.417の地点で、護衛艦によって護衛された2隻の輸送船団を発見した。スナッパーは、大型の目標に対して、全部発射艦の魚雷を発射し、小型の目標に向けても、魚雷を発射した。魚雷は、海軍徴用船森安丸と布施艇ジロに命中し、 両方とも激震した。その後は、伊王島沖で、救助課任務を10月18日まで行った。10月27日、スナッパーは52日間の行動を終えて、ミッドウェイ島に帰島。これが、スナッパーの最後の紹介となった。スナッパーは、真珠湾に一旦開港され、ついで11月2日に、真珠湾を出港し、メアアイランド海軍造船所でのオーバーホールに向かった。 作業完了後、1945年3月9日にメアアイランドを出港、3月11日にサンディエゴに到着し、数ヶ月間沿岸での訓練活動に従事した。スナッパーは5月20日にパナマ運河を通過、5月27日にニューロンドンに到着、以後同地を拠点として活動した。1945年11月17日、スナッパーは マサチューセッツ州ボストンで退役した。その後1948年4月30日に除籍され、1948年5月18日にニューヨークのインターステートメタルズ株式会社にスクラップとして売却された。スナッパーは第二次世界大戦の先行で6個の従軍聖賞を受賞した。この経緯から東海丸撃沈は スナッパーとフライングフィッシュの共同戦果となっているが、パーミットは魚雷を命中させたにもかかわらず、共同戦果に連ねることはできなかった3月22日、東京湾発、3月30日サイパン陶器の東松3号戦団か。ありがとうございます。